秋田で映画です。です。長谷川翔です。久井真理香です。本間亮です、はい。このチャンネルは秋田で映画館で映画を見ようということで始まったチャンネルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回の映画はインサイドヘッド2。はい、はい、英語のタイトルは、インサイドアウト2なんですけどもね、劇場で見た人を、はい、みんな見てる。した。ということで、さあ、インサイドヘッド2、皆さんどうして面白かったですか？はい、はい、面白かったです。面白かった、めっちゃ良かったですね。よかったね。泣くポイントが結構ね、いろんなところであると思うんだけど、実際どこでクセイさんがこうグッと、いっぱいあると思うけど、なんかちょっとあの、はい、浅いなって思われちゃうかもしれないんですけど、やっぱ友達が、はい、戻って友達とまた仲間になれたとこ普通に泣いちゃいました。あれですよね、最後の、あの主人公と友達たちが結果的にこう、アイスホッケーの試合が終わってて、途中か、ちょっと全然なんか、はいはい、深い感想とかないんですけど、そういうこうシンプルに、なんか、はいはいはい、思春期だな、離れていた心がね、はい、また取り戻せたというか、はい、うん、はいはい、あそこはでも本当にいいよね。いい、うん、よかったねっていう、ライリーよかったねって思える、うん、ところでしたけども、ちょっとなんか今回、珍しくっていうわけでもないですけど、はいはい、泣くっていう感じよりは、はいはい、なんか、うん、そう、ずっと大人になりたくねえなっていうか、なんていうんですかね、自分のほら、うん、中学高校の頃 の、 黒歴史的な思い出というか、うん、あれがすごいなんか済まされる展開だったような感じだったんで、泣くっていうよりなんかそのやきもきするというか、おお、この共感性周知でもないけど、ライリーに乗っかって、なんだこの気持ちはみたいな感じがなんか長かったんで、その仲直りじゃないけど、ああいうシーンとかでも泣くっていうよりなんかちょっと安心して、ほっとして、いいよね、またねっていうね。確かに今の聞いて、すごいそっちかも。なんかその、泣くでは思い出せない。ああ、そういうことか、そういうことか。泣くではどこで泣いたっけなっていうくらいだけど、あの、本当に私、心配に支配されてた中学生時代で、まさに私は部活をやっていて、はいはい、テニスをやっていて、これ失敗したら県大会行けなかったらみたいな、でもずっと心配に支配されて、私結構心配に支配され続けた人生を送ってたから、映画の中では結構そこ乗り越えたじゃないですか。そうね、私大学くらいまで乗り越えられなかったから、ずっと心配の主導権にいて結構その支配されて失敗してっていう人生で、それでさらにどんどんっていう人生だったから、結構そこ確かにそうだよなっていう。ああ、そういうことか。子供から大人になる時ってやっぱ経験少ないから、そう、たかがだってスポーツでそこに行けなかったからって、まあそうよね、なんてことないって今はわかるけど、その時ってそれが世界の全てでっていうので、ああやっていっぱいになっちゃってたなって思って、はいはい、しんどい時思い出してうわ、見てても結構思って、本間さんと近い感じ、そうですね、そういう意味ではね、だから全然関係ないところでは泣いたりはしたけど、はいはい、その心配に支配されてた中学生の頃の自分を知らして思いました。二級体制と新体制の争いみたいな感じで、たまんなかったなそんな、そんなしなくてよくない急に来るからっていうこともあって、で1では絶対的だったさ喜びが、2では結構ほころびが出てくるじゃないですか。そうですね、ね、あそこもちょっと俺はちょっとね、そこの喜びの不安定さに結構俺グッときたの、ああ喜びがこうなっちゃうんだみたいな、変な話、喜び以外が成長してるんですよね、なんか、特にあのビビリ、ビビリとムカムカか、ビビリとムカムカの成長が僕、怒りもまあそうなんだけど、私怒りもあそれ以上いかないなこいつっていうか、とこもあって、なんかいい感じにこの喜びをサポートしているところでちょっとグッときてたりとか、1作目の最後っていうか、もうあと1作目2作目の間あたりはやっぱり喜びが多分リーダーになってちゃんとまとめてくれてたんだろうなっていうのと、その過程の中で多分
喜びは多少無理して頑張ってて、はい、周りはその支える意味で成長してたんだろうな、学んでいったんだろうなっていう、ちょっと見えてくる感じがありましたよね。うまいなって思ったのは、今回の新メンバーがみんなほら、あの他の人と関わる時に出てくる感情なのが結構うまいなって。やっぱりその喜び、ビビリ、怒り、ムカムカ、楽しみの皆さんって一作目がほらやっぱり本人の成長の話だと思って、ね、うん、しいと結構自分の中でその落とし込める感情っていうか、うんうん、そのコントロールじゃないですけど、うんうん、自分一人の中でこうなんていうんですか、消化 しなきゃいけなかったりとか、うんうん、できる感情みたいなのがあるから、はい、やっぱ旧体制の人たちで支え合えるところにバーンって来たやつが、やれ将来のことが心配だ、だのこいつの話だりだの外から余計なもの持ってくんなよって思いながらでも、うん、人と関わるっていうことが大人になるっていうことだよなっていうのが、そうだ、最初のそう予告とか見た時に、うん、なんか今回の感情なんかその一般的じゃないっていうか単純な喜怒哀楽みたいなところじゃないところで持ってきたじゃないですか、なんかこれこのメンバーを選んだ理由とかってなんかあるのかなってちょっと、うん、ちょっと派生型っていうね感じが、うん、あのいいなとかもね、いいなムカつくいいなあいつムカつくな、かわいいやつな僕好きなキャラクター、好きな感情が、うん、俺が本当にあの心配が大好きなんですよ本当に、うん、こいつが出てきた時からもう ぶっ飛ばしていくじゃないですか、なんかこうだからだからって言ってやっていってさ、なんか、でやっぱりこれ心配、まあ全部の感情がライリーのことを思ってるんだけど、心配のねライリーへの思いって要はこうライリーを何とかしなくちゃいけないということで、こう傷つけない、ね、支配するわけじゃないですかね、そこがねすっごい愛おしくもあり、うん、いやでもやりすぎだよ心配っていうね、うん、ちょっとっていうところで突き進んでいくところがさ、で最終的にこう日もさっちもいかなくなって、もう要はねその後泣くそのアイスホッケーのあそこのシーンなんかでうわーってなって高速移動してしまってる時に、うん、ほろって自分ではどうしようもなくて泣くじゃない、あそこで俺泣いたんですよ。わかるな、心配お前も守りたいんだよ、泣くってなったら青く泣いて、でそこで喜びがね大丈夫だよって言ってくれる、今回なんかなんて言うんでしょう、ちょっとサブキャラの魅力もよかった、でちゃんとねコメディとしてそうめちゃめちゃ面白い、笑ってたんですよ、あのランススラッシュブレード、こいつ言い方っすよね、64みたいな動きっていうんですか、なんかポリゴンっていうんですか、あいつみんな好きでしょ、なんかあいつ大好きでしょ、こういうどうだったよね、この映画の中で出てきていいんだこいつね、え笑ったなあそこね、最初ね俺恋愛の話もあるんだと、あー正直確かに、うん、だから大人になって恋とかさって思ったんだけど、それはなくて、でもその要は憧れの先輩っていうところにこうかき乱されたりとか、環境にかき乱されたりとかってあるじゃないですか、インサイドヘッド3にもう期待ですよ、だから絶対相反でしょう、恋愛入ってくんじゃんこれ、今度あるでしょうね、これ恋愛入ってきた時に、でもあの1作目から2作目までの間9年空いてるんですよね、空いてんだよな、確か、まあ、1のさやっぱり完成度っていうかさ、もう結構着地が良かったですから、綺麗に終わってたなって、うん、そうで正直今回2もすごく綺麗だったんだけど、綺麗な上にちょっと次ってちょっと僕は思っちゃった感じがあったから、ずっとできますもんね、確かにずっとできるもうおばあちゃんになるまですげえ、しかも極論言うと主人公を変えたら多分全然違う話になるじゃないですか、そうなる、スピンオフできるね、これだってそうですよね、そのお母さんとお父さんでリーダー違いますもんね、お母さんは悲しみがリーダーで、そうだったか、お父さんは怒り、あよく見てるがリーダーだったんですよね、そっか、だから今回ちょっとその3的な要素でいくと、はいはい、今回2でお父さんとお母さんの心配も確か最後の方でチラッとみたいなシーンありませんでした、
でも一昨年の時ってやっぱりほら、うん、今回の新メンバーいないから、うん、お父さんとお母さんもほらそういう要素ってなかったじゃないですか、うんうん、消えたり引退したりとかって、そういうことか、メンバーがって思って、なんか増えていく一方なのかな、それもそうね、旅立つやつもいるか、成長ってどうなんだろうって思っちゃって、完全にさ、もう喜びがいなくなっちゃうことだってあり得る、うん、もしかしたらね、わけですよね、知れないし、成長というのは果たして感情が増えていくだけなのかっていう、そう、抑え込んだりとかすることでなんか、そうね、今回だって旧体制メンバーが追いやられたりとかっていうのがあったじゃないですか、あったあったあった、追いやられっぱなしって場合もあるわけよ、そっか、ね、そうか、心配がめちゃくちゃ支配して、まあ私のような人間、うんうん、心配がそうだね、そうだね、心配がしばらく、うん、ただやっぱりその、うんうん、子供向け映画というスタンスでいくと、はいはい、そこまでシビアなところまではやらないでほしいという気持ちもあったりとかして、これからね、うん、どうしていくのかはめっちゃワクワク、いろんな話広げれそうです、うん、本当に自分は誰がリーダーかっていう、ああ、誰リーダー論、心配だった。今現状は結構喜びだと思う、はい、うん、いいなぁ、良くも悪くも、あ、まあ、楽しいと思って、やろうってその長いこと引退してた喜びが多分アイドル活動始めてからガーッて戻ってきちゃって、はい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 、今そいつが支配してる、あ、なるほどな、大変だから、今小学生みたいな嬉しいいや、ほんまさん、いや、私の頭の中は多分リーダーシップのない喜びが支配してるんで、喜びが好きだってやった後で、うん、じゃああとよろしくっつってバンって引き取られて、その時にコントローラー握ってるのは、いや、もう取り奪い合いですよ、みんな、あ、みんなもう今これだからとか、いや、私ね、みたいな感じで、ああ、だから喜びの体格が他のやつよりも3割ぐらい増してるから、喜びからは奪い取れないけど、ああ、そうなんだ、あいつ満足するとバタンって引きこもるんで、こんなん言ってますけど、意外ともう心配はちょっと落ち着いてるんですよ、だってしょうがねえもん、もうっていう、心配してもなっていうのはあるし、恥ずかしのす、だからこの心配恥ずかしがすごい強かったんです、僕は、ずっと支配を握ってたんですよ、ただ恥ずかしも、もう今更恥ずかしがってもいいなと思ってちょっとあってあるけど、ちょっとね、コントローラー握ってないんですよね、ダリーが、ちょっと、ダリーがね、わかりますよ、ちょっと気力になってきてる、ダリーがちょっと、ダリーからさ、両方のコックピットは握んないのよ、こいつは、そっか、はい、ダリーはちょっと外向きながらこういうことはしてるのダリーいるのね、で、その中にね、やっぱね、成長した悲しみがあります、成長した悲しみがコントロールボックスをこうダリーとこんなことやりながら握って、でそれをなんていうかな、なんだろう、会長的な感じで喜びがこう見てる、こんな感じで、うん、プロデューサーの感じで見てる状態だなと思って、悲しみっすね、すごい、なんか確かに長谷川俊って感じなんですね、うん、成長してっていう話でふーっと思ったんですけど、はいはい、これじゃあのキャラデザって変わることあるんですかね、あ、成長した結果、はい、他の感情になるみたいなことっていうのは、ああ、上位互換的あるのかな、でもさ、親のやつさ、変わってなくなかったですか、そうですよね、なんかひげ生えたりとかして、そのくらいしかやっぱり変わらないとか、基本根本変わらないんでしょ、だから、うん、喜びと悲しみの髪の色が一緒だっていう、なんか考察なんかで見て、表裏一体的な、ああ、うん、そっかそっか、確かに何かバディ感あるもんね、この2人は、うん、やっぱりビビリのバディはダーリーな、ビビリのバディはダーリービビリバディあと何だっけ、懐かしいおばあちゃん、あれめっちゃ、あ、まだ早いよすごい触れておばあちゃんすごい触れてきた、なんであれさ、懐かしちょっと出たのかな、なんだろう、なんだっけ、あれちょっと出るあれなんだろう、やっぱり思い出す記憶が増えてくれば増えてくるほど、うん、おばあちゃんが出てくる頻度は増えてくる、いやだ、そういう意味では懐かしい全然鎮座してますよ、だってで全然完全に出てる懐かしいはいるよ、あ、もう、うん、ね、私もしかしたら私の中で今、うん、イーナーがめっちゃ変化して、うん、結構卑屈な、あ、はあ、
いもしかしたらイーナーとムカムカがハイブリッドしてる。ああ、そうかもしれない。ああ、融合しそう。確かに卑屈なんですよ、私って。うん、卑屈。どうせいいですよ、いいですよ。どうせいいなって言えればいいのに。ああ、なんかこういうことできていいなとか、こうやれていいなとか、あんたはいいわねみたいな感じで言えればいいのに、うんうん、なんかいいですよ別に、はいみたいな。どっちかっていうとやっぱりダリーの方では、あー、いいなダリー路線かな。あ、そうなのか。あ、確かにいいなのみで突っ走るとそこに向かおうとするもんね。そう、いい感じでいいなってこうキラキラして気持ちで入れるけど、ね、うん、いいなとダリーと、うんうんうん、ムカムカ3つ。新しい感情にさ、諦めってやつが出てきた気がする。うわー、あー、もうやめようよって、すぐ思いながらもうっていう。心配はやめようよっていうか回避じゃないですか。回避。そうですね。あくまでも、うん、やっぱりその大元を守るための感情ですからね。要は勝とうとするんですよ。だから真正面から心配あたり立ち向かってほしいですね。ああ、面白いね。それで言うとやっぱり恋愛関係を絡んできそうな気がします。来るよね。多分ね。じゃあピンク色のあの純粋な恋愛関係の感情のキャラクターと、なんか信じられないぐらいドス黒い諦めらしいキャラクター。もうあの赤黒いドロドロ。次はもうライリーもう就職とか。ああ、行くかも。もう学生は終えて。学生はいい。うん、だからとあの両親もちょっと置いてくるからさ、うん、ちょっとこう両親への心配もあったりとか、うん、あのとか、なんだろう、もう両親のコックピットともはやこうやり取りみたいな。ああ、そっか、うん、距離が近くなるから。そう、近くなるから頭くっつけてもしれないですよ、ちょっとこう行き来したら、下手すっともう子供できてんじゃないですか。ああ、面白い。ああるね、あれ親になったりと子供の、うん、あの一作目よりもさらに前のくらいの頭の中みたいな。コライリーが。コライリーが。コライリーが、あの時の私みたいと、それ以上の子が。うわぁ、面白いね。まだ喜びと怒りしかいないみたいな。うん、はい、インサイドヘッドサーナみたいな。一生続くとこで。あれ結構ほら、結構ディズニーの続編赤ちゃん出がちじゃないですか。ああ、そっか。これだけ続編やってほしいじゃなくて、続編楽しみですねって。いや、もうそうです。胸張って言える。願いとかではなく、もうこれやるものとして。そう、他のメンバーの武田さんとか、まあ、川口さんとかの感情知りたいですね。あ、知りたい。武田さんとか。武田さん、特に武田さん知りたいわ。武田さん、余裕を持って、我々が知らない感情が多分、あるピットに、多分いっぱいいる。実るという感じ。やば。いるのかもしれない。の、もう。コックピットに誰もいない。いや、そうだ。カパって開けてみて、ね。なんかでも、なんかなりつつあるって言ってた。あ、本当、自動運転。なんか、ツイッターかなんか、X とか、スレッズだから、なんかもう人の心がなくなってたみたいな言ってた。あ、そう。彼あの最近 X 見て、武田さんの X 見てると、何かあの映画サソミの話をしろ、あれを見て面白くなかったんだけど好きだって言ってて、なんかそれは分かんないではないんだけど、うん、その後に見た何かの映画は面白くない上に好きでもない、でも知りたいからパンフレット買ったって言って、なんだこいつと面白い。いや、もう知らない感情がコックピットにいる。もうごちゃごちゃで。おはよう。よった次第でございますけども、はい、はい、ミノルサイトヘッドもね、覗きたいところでございます。はい、ということです。秋田で映画でした。ありがとうございました。